今回紹介するのは、これでダメならという本です。アメリカの大学の卒業式では著名人がスピーチをするのが恒例なのだそうです。誰を呼べるかでその大学の格が決まるほどの重要なイベントなのだとか、そんな風潮の中で講演者として屈指の人気を誇ったというカート・ボネガットのスピーチ9編が本書に収められています。ボネガットの小説については本書の序章で、みんなが密かに感じていることをみんなとは違う視点で描いてみせると評されています。彼のスピーチも同様に思いやりの大切さや足るを知ることなど当たり前のけれども見落としがちなことを時にユーモラスに時に毒を交えて語っています。その典型が本書の現代でもある。夏の日に木陰でレモネードを飲みながら言うセリフ、イフジス ISNT ナイス。ファットイズこれでダメならどうしろってでしょう。もう一つ、挿絵に描かれているアイスクリーム屋の看板の文句、It is hard to be unhappy when you are eating。食べている時は不機嫌になんて慣れっこないアスタリスクも好きです。アスタリスク。レビューアーによる勝手なわけ。ボネガットのスピーチは話はあちこちに飛ぶし、どこまでが冗談でどこからが本気かわからずちょっと混乱してしまうのですが、それでも確かに社会に出ようという期待と不安を抱えている時にこんな話を聞くことができたらさぞかし息が上がるだろうと思えるものでした。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。